豊明インターチェンジは、愛知県豊明市にある、伊勢湾岸自動車道と、国道23号名4バイパス、地流バイパスのインターチェンジである。北緯35度2分26.19秒、統計137度、0分1.83秒、北緯35.0406083度、統計137.0005083度。 35.0406083137.0005083零八三豊明インター北交差点を北側から望む。県道57号と接続する。国道23号本線とは立体交差。その直上は伊勢湾岸自動車道の四日市方面からの出口、ランプウェイ。豊明 IC 付近の1977年と2007年の比較。 画面左側が県道57号との交差点で、1977年当時は平面交差であった。1977年当時、地流バイパスは工事中で、付近は伊勢湾岸自動車道開通以後の状況と比較するとシンプルであった。画像、国土交通省、国土画像情報と夜明市の南端に位置し、愛知県道57号瀬戸大府東海線を呼び、 伊勢湾岸自動車道と夜明け IC とも接続している。IC の構造は本線と側道に対別できる。本線は県道57号交差点と接続することなく立体交差で通過する。側道は愛知県道57号と連絡するほか県道57号との連絡を前提とした伊勢湾岸自動車道と寄った方面への入り口と同方面からの出口が連絡する。 地流方面からの国道23号は同じく、速道にて、伊勢湾岸自動車道四日市方面入り口に連絡する。ただし、県道57号から四日市方面へのランプを経由して、伊勢湾岸自動車道と夜明け IC、四日市方面入り口に向かうことは不可能で、この場合は、伊勢湾岸自動車道名古屋南 IC を利用する。逆も同様で、 伊勢湾岸道四日市方面からの出口は、県道57号とは接続しないが、これについては、伊勢湾岸自動車道と夜明けインターチェンジ説で口述する。国道1号は、この IC を境に、名古屋方面は、中塩田交差点まで2車線、地流方面は4車線となる。解説当初は、県道57号とは、平面交差とされたが、 交通量増加により1980年代後半には1日6万台以上の通過交通をさばききれなくなって常時渋滞することとなった。これに伴って渋滞を避けて迂回した車が生活道路や農道を通過するに至り地元住民や学道への危険が差し迫った。これを回避するべく豊明市は建設省に名刺国道の立体交差化を陳情し、 1986年度より調査開始、伊勢湾岸道路計画とも絡んで実施されるに至った。年表形状としては変則的なダイヤモンド型となっており、それぞれの出入り口が国道23号に直結している。また、国道23号を介して県道57号とも接続するが、四日市ジャンクション方面の出入り口とは接続しない。理由は、 高速道路と出入り口を結ぶランプウェイが県道57号の直上を横断通過するためである。このため、東 IC と四日市方面の連絡は国道23号地流方面、もしくは国道1号岡崎方面の交通に限定される。県道57号は豊明市街と豊明 IC を連絡する道路であるため、県道57号と連絡できないことは、 豊明市街と伊勢湾岸自動車道四日市ジャンクション方面との連絡が豊明 IC 経由では不可能であることを意味する。したがって県道57号と伊勢湾岸自動車道四日市方面の総合利用は名古屋南 IC で流出入の上名刺国道経由の利用となる。このため豊明市は三重方面からのお越しの場合に 伊勢湾岸自動車道と夜明け IC を利用すると、豊明市街に出られませんと注意を喚起している。四日市方面と、県道57号が豊明 IC によってアクセスできない理由として、地形上の問題や技術的に無理があることに加え、県道アクセスの予測交通量を勘案したことにも、夜が何よりも隣の名古屋南 IC と豊明 IC が二つで一つの、 インターチェンジとして考えられていたためである。よって、上記の通り、県道アクセスは、隣の名古屋南 IC が担うこととされている。なお、国道1号名古屋方面から、豊明 IC への出入りは両方向とも不可能で、この場合は大回りを余儀なくされる。豊明 IC のアクセス経路、伊勢湾岸自動車道の四日市方面と、一般道との連絡には、 県道57号との連絡が不可という制約がある。図中の水色、ピンク色の線が、伊勢湾岸自動車道四日市方面と、国道1号及び国道23号地流方面との相互交通で、それぞれの出入り口料金所が県道57号を飛び越えて設置されていることが、わかる。画像、国土交通省、国土画像情報転居、広報とよ、明け4から7ページ。 豊田方面入り口四日市方面入り口豊田方面出口連運用は時間帯やメンテナンスなどの事情により変更される場合がある豊田方面四日市方面豊田方面四日市方面ありがとうございます